連の私鉄で最も路線の営業キロ数が長い会社は？ 1. 相模鉄道 2. 西武鉄道 3. 東武鉄道。からめっちゃ嬉しいんだけど、でもパンコこの中で一番効くのが東武鉄道の気がする。なんか東って多いイメージが勝手にあるんで、これでいきます。せーの、ドン。おー、正解しました。ね、行ってみたいと思います。2017年9月に登場したばかり。どこの電車でしょう？聞いたことある気がする。もっと前から。難しい、これ。井の頭線はでもこの車体じゃないかった気がするから消去法になっちゃったけど、京王線、京王線の気がする。正解、やった。あ、第6問目続けて、正面の拡大写真、何線の電車でしょうということなんですけども、正面に青い、何やろこれ、水色の線がある電車なんですけども、すごい特徴的なお顔してますね、この電車。1番南武線、2番埼京線、3番相模線。なんかほんまに勉強してからこの動画撮ってないんで、勘でしかないんですけど、そうですね、青やし、なんか相模ってなんか青っぽい、でも埼玉ってなんか青っぽいイメージあるんやけど、埼京線かな。ちょっと勘で2番の埼京線にしてみたいと思います。いきます、じゃん。×でした。正解は3番の相模線。段階の特急ラピート、ラピートが持つ意味は、ああもうこれはね、ちゃんと私調べたんで、まあ、まず1番のんびりで、2番が早い、3番が快適。あ、でも快適もあったけど、でも意味やから、皆さん覚えていますか？私がラピートの紹介動画を撮った時にちゃんとお話ししていましたよ、これは。していましたよ。正解は、せーの、2番で合ってるはず。2番。合ってた。よし、はい。正解は2番の早い。これは JR の何線でしょうということですね。この緑の電車、何線だと思いますか？1阪和線、2大和路線、3東海道線、どれだと思いますか？私はね、これ知ってるんですよこれ知ってるんですよ。では皆様、考えました？私は2だと思います。じゃあそれではね、正解を見ていきましょう。正解は2。さすがかえちゃんそう、こちら2番が正解でしたこの赤い電車はどの会社の電車？1京王電鉄、2東京メトロ、3東
東武鉄道。赤でしょ。なんか赤、ああ。勝手に東京メトロな気がしてるんだけど、いやー間違えたら恥ずかしいね。東京メトロにしまーす。せーの、ドン。正解は東武鉄道。これは東急の何線の電車でしょう。ヒントは車体横の赤系の帯。赤いですね。なんだろうこれ。なんかこれさ書いてあるよ。なんて書いてんだろうこれ。なんかね、確定って書いてあって、その横にどこかにつながる駅名が書いてあるんですけど、ちょっと画質が悪くて読めない。どこなんだろうこれ。5190って書いてある。周りからもどこら辺か読めないもんな。勘で行くしかないですねこれは。どこだろう。田園都市線ではなかった気がするんだよね。この車体、東横、東横なんかこんな色してた気がする。東横線。あ、ブブー、こちらです。じゃん。黄色とオレンジと焦げ茶の帯、何線の電車でしょうとのことですが、1番が横浜線、2番が総武線、3番が南武線。これ南武線ちゃう？なんか直感やけど、なんか南武線ってなんかオレンジなイメージ。南武線ってなんか黄色とオレンジ。3番の南武線にしたいと思います。いきます。せーの、1。あっ、合ってた、イエーイ。正解は3番の南武線でした。東武の新型特急500系の愛称は、はい、まず1番がスペーシアで、2番がケゴンで、3番がリバティ。分かれへん。何やろ、どれやろ。てかどれ一つその言葉の意味をわからない。分かれへん。どうしよう。うわ、でもどうしよう。時間も時間やし。じゃあとりあえずなんとなくスッて入ってきた3番のリバティに私はしますね。3番。正解は3番って。こちら JR の何線でしょうか。1東海道本線、2東西線、3阪和線。どれだと思いますか。もう私も知らないんですけどね。正解を今知らない状態で皆様にどれだと思いますかと投げかけております。一緒に考えてください。チッ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 、悩ましいですよね。私東西線か阪和線やと思うんですけど、こっちやろ。めっちゃめっちゃ悩んでます。でもここは一発決めて一発決めて阪和線やと思います。それでは正解を見てみましょう。正解は3の阪和線です。